ので、ここをスプッとしてくださいね。まずは工程1です。パンダに目を落とします。こんだけ。工程2だよ。普通に戻しておいたバターをちょっとだけ端っこに塗ってください。そしたらね、あんバターも塗り塗りしていくよ。バターの部分を残しておいてね。工程3です。魚肉ソーセージに塩を振りかけます。適当に焦がしたら半分に切ってくださいね。食パンの上にソーセージを乗せて、ぐるぐるっと巻いてください。そしたらね、ラップを長めに切って、巻き寿司の要領で締めるように巻いていくよ。簡単ですね。巻き終わったら両端を締めて、30分以上置いておきます。最後の工程です。熱したフライパンに残りのバターを入れて、ぐるぐるドッグを入れてください。バターを吸わせながら、中火である程度色がつくまで焼いたら完成。簡単ですね。半分に切って食べていきます。いただきます。甘じょっぱくて美味しいね。おお、あんことソーセージすごいね。信じられないほど合いますね、これね。プリプリのソーセージと、ふんわり甘いあんこ。バターを吸ったパンはさ、カリカリ香ばしくて食欲をそそりますね。最後にさ、お塩が効いてきてさ、甘じょっぱさが癖になっちゃうね。お尻の方からさ、あんこが出てきちゃうのが改善ポイントですね。めちゃうまおすすめ抹茶なので、ぜひお子様にも作ってあげてみてください。